山本君いいですか。はい、山本太郎君。はい、自由党共同代表山本太郎です。会派国民民主党新緑風会を代表し、総理にすべてお聞きをする前に、本日の委員会で野党側が要求していました参考人玉城デニー沖縄県知事について、理事会で自民党が反対をいたしました。デニー知事を参考人としてお呼びできませんでした。先日我が会派森裕子議員の新基地建設に対する質疑に防衛大臣は沖縄に聞いてくれとの趣旨の答弁をしました。その後理事会でデニー知事を参考人として要求、結局自民党は反対。委員長、玉城デニー知事の参考人出席、自民党が理事会で反対をした理由を教えてください。委員長。山本君、参考人の出席につきましてはね、あなたもかつて理事会に出席しておいたんで、協議が整わない場合は一応出席できない状態になっているわけであって、その賛否についてはね、ある場合とない場合がありますから、合意するかどうかにかかっているわけですから、合意に至らなかったんで結果的にはダメだったということです。委員長。はい、ありがとうございます。ただいまお答えいただいたのはあくまでもルール、全会一致が原則ルールだということを主に説明していただいたと思います。理由がないのに反対だなんてありえますか。合理的説明もできない反対なんてありえないじゃないですか。どうしてデニーさん呼べないのかって話なんですね。その際野党は再度検討を求めましたが、委員長はそのまま仕切って参考人の話は打ち切り、公平公正な委員会運営とは程遠いと思います。 NHK のテレビ入りで沖縄の実情をデニー知事に話されると官邸の政権側の印象、立場が悪くなる。本当の反対理由これじゃないですか。自民党、参議院自民党官邸の下請け、そういう仕事じゃないですか今やってるのは。私はそう思いますよ。なんでだよじゃないでしょう。参議院予算委員会の模様をお伝えしています。与野党の理事と委員長が協議を行っています。先ほどの発言については即興を起こしてください。ただいまの不穏当な言葉があるとの、ことがご指摘がありましたので、委員長といたしましては午後理事会において即記録を調査の上適当な処置を取ることといたします。まあ、不適切だ。はい、山本君。委員長。山本君。はい、いやいや、だって玉城デニー知事を呼ばない理由がはっきりしないんですよ。合理的説明できてないじゃないですか。反対理由何ですか。政権に対してこれ打撃を与えたくない、デニーさんに本当のことを喋られたら困るっていう話以外見つからないじゃないですか。だから官邸の下請けじゃないですかってことを言ってるんですよ。ここは立法府であり行政を監視することも仕事です。行政監視の一環として大きな問題を抱え苦しみ続ける沖縄の皆さんに対して基地問題当事者の代表デニー知事にお話を伺い、少しでも解決に導こうとすることも立法府の仕事じゃないんですか。立法府にいながら国民の代表でありながら政権に忖度することが議員としての最優先課題ならば、それは自分のキャリアアップや就職活動のための仕事でしかないじゃないですか。そんなことのために沖縄の声を直接聞き解決の糸口を探る機会を奪わないでいただきたい。再度玉城デニー知事の参考人出席を求めます。ご送り次回で協議をさせていただきます。山本太郎君。では始めます。時間ももう少なくなってきましたけれども、お昼休みまでですね、今国会の中で総理、私の事務所で調べただけで10回ですね、10回沖縄に寄り添うという言葉を発言されています。総理、これまで10回もご発言された通り沖縄に寄り添うという気持ちは本物であると、それを確認させていただけますか。安倍内閣総理大臣。沖縄に米軍基地が集中をしているという
この現在のこの現状をですね、我々は到底善任できるものではないわけでございまして、沖縄の米軍基地の縮小のためにこの6年間我々も全力を尽くしてきたところでございます。まあ、今後ともその姿勢には変わりがないということを申し上げておきたいと思います。山本太郎君。ありがとうございます。寄り添う、この寄り添うっていう言葉を調べてみると、ぴったりとそばへ寄るとあります。自分の感情を相手の気持ちと同化させるよう、同化させるようにするようなこと、いかにも、いかに相手の気持ちを汲み取れるか、それに自分の心を寄せていく様が寄り添うということのようです。沖縄県民投票の結果、辺野古に基地はいらないと圧倒的な民意がはっきりした翌日、埋め立ての土砂を積んだトラックなど約300台が資材搬入ゲートを通過。琉球新報では名護市阿波にある桟橋で工事車両583台が運搬船3隻に土砂を積み込んだと。沖縄県民投票では 72% が反対、超圧倒的明確な結果を完全に無視した、聞いたことがない寄り添い方です。これ本当にどうやって寄り添っていくのかということですね。この後総理にも聞いていきたいと思うんですけれども、先日ですね、防衛省の方が、軟弱地盤に関わる地質データを含む約1万ページにも及ぶ報告書などが防衛省から出されたんですね。これやっと出したかって話なんです。なんか聞くところによると、防衛大臣が随分出されることに抵抗をしていたというお話を聞いています。予算委員会が終盤に入ったこのタイミングで1万ページもの資料提供、出さないよりかはいいですけど、このタイミングですかって、もう終わりますよ予算委員会。防衛省が提出を粘り続けたのは本委員会での議論を避けたい意図があるとしか考えられない。この短い間にもう3月いっぱいでこの委員会終わっちゃうのに、1万ページこれ詳細に検討するってむちゃくちゃ大変な話ですよ。こういうこと今までもありましたよね。森友学園の関係資料ギリギリになって出してきた、大量に。他にもありましたよ、去年の入管法、その時に、実習生の個人情報、マスクをして黒塗りをして出して、いつもみたいに黒塗りをして出してくれればいいのに、それもせずに手書きで写せと。野党は普段仕事をしなきゃいけない時間を削りながら一枚一枚写経をするようなことをずっと続けてたわけですよ。あまりにもありえないと言いますか、これ国会の審議をまともにやろうという考えからかけ離れている。もっと正々堂々とやりましょうよって話なんですね。この軟弱地盤、ね、関わる地質データを含むこの報告書、1万ページを超えるようなもの、今全国のこの時間は参議院予算委員会の質疑の模様を参議院第一委員会室からお伝えしました。委員長に求めたいんですけれども、国会中継を終わります。予算が成立した後もこの沖縄問題、軟弱地盤の問題もあります。山本太郎です。午前の続きをやります。資料の2、今年2月朝日の記事、ジョージ・ブッシュ政権でパウエル国務長官の首席補佐官を務めたローレンス・ウィルカーソン元陸軍大佐インタビュー。米海兵隊本部は90年代前半、国内外すべての海兵隊基地や構成をどうするか見直し、検証作業を行い、この方もそれに関わりました。そして沖縄海兵隊も検証の対象になった。部隊の実弾射撃訓練や飛行訓練、爆弾投下訓練をする地域として沖縄の適合性を調べ、運用は極めて難しいと判断。朝鮮半島有事の作戦計画などをはじめ、対中国、対東南アジアへの展開も含めて沖縄の海兵隊の戦略的な役割も調査。沖縄の海兵隊は戦力規模が小さすぎ、太平洋地域に前方展開させる戦略的価値はないとの結論。ただしコスト面から調べた結果、海兵隊を当時の移転候補だった米カリフォルニアに移転させるよりも日本側の費用負担があるので、沖縄に駐留を継続させる方がコストは 50-60% 安くなることが分かった。この検証作業では沖縄海兵隊移転による海兵隊への政治的な影響についても分析。海兵隊を米本土に移転すれば、米政府がそれを理由に海兵隊全体の規模を縮小させる可能性が高いという予測が出ました。結果、海兵隊本部は海兵隊の沖縄駐留を続けることを決めたと。海兵隊が現在も沖縄駐留を継続しているもともとの判断をたどれば、何ら日米の安全保障とは関係ない。沖縄駐留を継続した方が必要経費を節約でき、何より
海兵隊という組織の政治的な立ち位置を守ることができるという分析結果だったと語ってらっしゃいます。さらに辺野古の基地は中国など外部からの攻撃に脆弱すぎるという問題があり、 2,3 発の精密誘導弾の攻撃を受ければ滑走路は跡形もなく消え去る。戦略的な観点で言えば辺野古の基地建設は愚かな計画だとおっしゃっています。総理に提案させていただきたいんですけれども、沖縄の海兵隊をカリフォルニアなどに移転していただき、日本が支払うはずの沖縄の海兵隊関係経費、これは移転後も継続して日本が支払う。財政がというならば、例えば米国債を毎度必要分だけ売却してその費用に充てればいいのではないでしょうか。沖縄の海兵隊米本土への移転が実現するなら辺野古基地建設は中止、普天間飛行場も返還できます。総理、これこそが沖縄に寄り添うということではないかと思うんですけど、いかがでしょう。総理です。総理以外、総理以外答えられません。防衛大臣。私どもとして米国のですね、退役軍人さんの私人としてのお立場での発言一つ一つについてコメントすることは控えたいというふうに思います。その上であえて申し上げますと、報道されているのは、1990年代前半のお話ではないかというふうに受け止めております。で、冷戦の終結直後の時代と現在とでは安全保障環境は大きく異なっておりまして、米国の戦略も変わっております。実際米国はですね、その後の安全保障環境の変化を踏まえてオバマ政権の下で、安全保障政策の重点をアジア太平洋地域にシフトさせる、リバランスを示しておりまして、現在のトランプ政権もまた、米軍のインド太平洋地域への前方展開によるプレゼンスを維持するという方針を明確にしているところで、ございます。沖縄は米国本土やハワイ、グアム等と比較して東アジアの各地域に近い位置にあると。我が国の南西地域約1200キロありますが、そのほぼ中央に位置している。我が国のシーレーンにも近いと、こういう安全保障上極めて重要な位置にあるわけでございまして、普天間の代替施設を作ってですね、海兵隊の抑止力を維持するという考え方は、米国政府とも累次にわたって確認をし続けてきているところでございますので、ご提案についてはあまり賛同できかねます。山本太郎君。はい、ありがとうございます。90年代前半の話なんだと今おっしゃってる、このウィルカーソンさんがおっしゃってるのは今は状況が変わってるって話なんですけど、じゃあ辺野古はどうなんですかと、いつ合意されましたって、それも随分前の話ですよねって、じゃあこのまま見直すことなくそのまま進んでいいんですかって、90年代前半の話は否定するけれども、この辺野古についてもその合意がされたのは随分前ですよ。見直しが必要なのは、辺野古の方だと私は思います。今年3月1日総理との会談で玉城デニー知事が提案した米国務省、国防省、米軍関係者と日本の外務省、防衛省で構成されるサコ、これに沖縄県を加えたサコウィズ沖縄、いわゆるサコア構想、総理、実現のために動いてくださいませんか。安倍内閣総理大臣。サコ最終報告以降、計画に従いすでに、沖縄の米軍地の約2割が返還されていますが、日米で合意した計画がすべて実現すれば、沖縄の米軍基地は本土復帰直前の状態と比べて半分になります。さらに安倍政権では嘉手納以南の米軍基地について面積にしてその7割の返還について具体的なスケジュールを日米で合意をしました。これは7年越しの課題だったわけでありますが、このうちすでに西普天間住宅地区等の返還を実践をしております。このように政府としては我が国を代表して米国政府と交渉しつつ、地元の皆様とは普天間飛行場負担軽減推進会議や政府沖縄県協議会等の協議の枠組みを活用して負担軽減の取り組みを進めてきたところでありまして、今後ともこのような枠組みによってですね、沖縄の基地負担の軽減に一つ一つ結果を出していく考えでありまして、今までと同様政府は我が国を代表して交渉していく考えであります。山本君。
はい、今年3月アイラの記事ですけれども、アメリカの元、海兵隊政務外交、外交部次長で政治学者のロバート・エルドリッジ氏のコメント、辺野古新基地建設について昨年12月防衛大臣が日米同盟のためではない日本国民のためですと発言したことについて、日米同盟のためではないというのはそもそも左庫の前提を無視した発言ですが、100歩譲って日本国民のためというのであればなぜ使えない施設を作るのかと正直聞きたいと。莫大な予算を投じて使えない施設を作るのは国益上おかしな話です。なぜこんなに粘り強く辺野古にこだわるのか、同盟管理の失敗としか言いようがありませんと言及されています。これここまで言われてるんですよね。で、これまで沖縄県民が民意を示し続けてきたのに、日本政府と米側当事者の沖縄が参加する協議の場も作らないっていうのもちょっとおかしいかなと思うんですけど、どうしてそこまで固くななんですか。これはあくまでも疑問なんですけれども、そこまで、もともと、海兵隊にいらっしゃった方々、この経緯を知ってらっしゃる方でもどうしてそんな使えないものを作るのっていうような考え方なんですけど、それでも固くなりを進めるっていうのは何かしらの利権とかに関わることなんですか、総理。はい、防衛大臣、何の話ですか。いやいや、私 の発言に言及されましたので、そこはいやいや、そこはしっかり答えさせていただきたいと思います。はい、私記者会見の時だったと思いますが、そのいやいや辺野古移設っていうのは、まあ、半ばアメリカのためなのかという趣旨のご質問があったので、そういうことではないと、日本を守るために必要な事業としてやらせていただいているという文脈で申し上げたところでございまして、今後のことにつきましては、今総理からお話がありましたとおり、やはり政府がですね、米国政府としっかりと交渉させていただくと同時に、沖縄とはですね、普天間飛行場負担軽減推進会議や沖縄県政府沖縄県協議会等の協議の枠組みを使って、丁寧にこれからも説明をさせていただきたいと思っております。山本君、まあ、すでに会議体があるんだというのは分かりました。でもそうじゃないんですよ。昨今の枠組みに沖縄を加えての話し合いの場をぜひ作っていただきたいと沖縄の方から直接言われたと思います。次は総理、そういうサコア的な構想、これを進めるためにも話し合いの場を作っていただくってことはできないんですか。やっていただけないんですか。お答えください。内閣総理大臣。先般玉城知事からですね、お話をいただきましたが、その場でお話をさせていただいたんですが、先ほども申し上げましたようにですね、このサコについてはですね、最終報告以上、報告以降ですね、計画に従って、沖縄の米軍地の約2割が返還をされておりますが、安倍政権におきましても、先ほど申し上げましたようにですね、海南以南の米軍地について面積にして、その7割の返還について具体的なスケジュールを日米で合意をしました。で、このうちすでに西普天間住宅地区等の返還を実現をしているわけで、ございます。いわばこういう形でですね、昨今の場において、日本政府としてもできる限り負担軽減に全力を尽くしてきたところでございまして、今後ともですね、日本国政府として日本を代表して米軍と交渉し、基地負担の軽減にさらなる努力を重ねていきたいと、このように考えております。山本君、同じ答弁書2回読んでません。基地問題では事実上全く許さない、理解できました。政権交代実現して基地建設の中止、普天間返還、カリフォルニアなどへの移転を進めるしかないという結論しかありません。では基地以外だったら沖縄に寄り添っていただけるのかということを聞いてまいりたいと思います。米軍基地が沖縄にあるから沖縄はおいしい思いをしている、現実を知らずにおっしゃる方も世の中にはいらっしゃいます。沖縄県の出している沖縄から伝えたい米軍基地の話という冊子、基地関連収入が県民総所得に占める割合は復帰前の昭和40年度には 30.4%、 復帰直後の昭和47年度には 15.5%、 平成26年度には 5.7% まで大幅に低下しているとあります。現在基地関連収入が県経済へ与える影響は限定的だということがわかります。2016年1月発表、沖縄県による子どもの貧困調査、子どもの貧困率は 29.9%、 つまり約3人に1人が貧困。これは厚労省を調べ、子どもの貧困率 13.9% と比較しても沖縄の子どもの貧困2倍以上多いんです。この時の沖縄県調査によると、
経済的理由で過去1年間必要な食料を買えないことがあった県内の子育て世帯は一人親世帯で 43%、 両親がいる世帯でも 25% だったと。基地があるから余分に金をもらって沖縄は豊かなんだという主張自体が大間違いであることがはっきりわかります。逆に沖縄県は米軍基地が整理縮小され返還後の跡地利用が進めば県経済に好影響を与えると考えている。すでに返還された駐留軍用地の跡地利用に伴う経済効果を試算すると那覇新都心地区、おろく金城地区、加え北前地区の3地区合計では返還後の跡地利用により返還前と比べて直接経済効果が約28倍、雇用者数が約72倍になったと。もはや基地は沖縄の経済成長の足かせでしかなく、基地返還が沖縄の成長を加速させることははっきりしています。現在沖縄はご存知の通り観光も絶好調。2012年3997億円だった観光収入は2017年には6979億円に。尾長知事時代、2015年から17年まで毎年前年比ほぼ 10% 前後で上回る伸び。2017年沖縄の観光客数は同じ年のハワイの観光客数を抜きました。外国人客数前年度よりも 26.4% 増えた。先ほどご紹介した沖縄県による貧困調査、18年に実施した最新のものでは前回調査に比べて子どもの貧困 4.99 ポイント下がり 25% と前回調査より改善。尾長知事時代の県が子どもの貧困対策を含め多くの振興施策を推進してきた効果が現れたもの。確実に着実に経済成長を続けている沖縄ですが、改善された子どもの貧困も4人に1人という状態であり、国の大きな支援応援必要です。安倍総理が基地問題で寄り添うことが難しいのであれば別の面で積極的に寄り添ってくださいという提案をさせてください。玉城デニー沖縄県知事の前職衆議院議員でした。昨年5月17日衆議院内閣委員会でデニーさんは沖縄を一国二制度にして関税をゼロにし消費税をゼロにする、そのぐらい大胆なこれからの沖縄の将来を見越した、そういう提案もぜひ行っていただきたいと安倍総理に直接要望しました。しかしこの時残り時間わずかの中での要望だったので総理からのお答えはございませんでした。この沖縄を消費税ゼロ特区に私は同意します。景気回復この道しかないというキャッチフレーズで選挙を戦ったアベノミクス、アベノミクスの目標何でしたっけ。物価上昇率 2% でしたよね。いざなぎ声聞こえてくることありますけど、好景気実感できてない人が多数派です。現在物価上昇率インフレ率何パーセントでしょうか。6年経っても全然目標は達成できていません。で、資料の6、参議院調査情報担当室の協力で山本太郎事務所のリクエスト、消費税 8% から 0% にした場合のシミュレーションをしていただきました。左側のグラフ、消費者物価指数上昇率を見るとこのシミュレーションでは消費税を 0% にした場合でも、つまりは年間22兆円規模の大減税策を行ったとしても最大で 1.67% までしか物価は上昇しない結果です。総理と日銀の掲げるインフレ率 2% にも達しない、消費者物価は極めて上昇しにくいもの、それがよくわかるシミュレーションだと思います。現在の安倍政権による財政支出程度ではいつまでたっても 2% 目標達成できないとも言えます。グラフ右側、年間の一人当たり賃金、消費税をゼロにすれば強制的に引き上げられてきた物価が下がり、消費に対する足かせ罰金がなくなり、実質賃金が上がり生活は楽になります。消費税ゼロにすると2019年から24年の5年間一人当たりの賃金は約44万円上昇する結果に。まさにこれこそデフレからの脱却、この道しかないという施策の一つだと思います。総理は消費税増税、ひょっとしたら選挙前には凍結を判断するかもしれないと予測されるので、総理が全国的に消費税を 0% にするというのはなかなかハードルが高いのかなと思います。2015年の沖縄県の県民総生産は約 4.47 兆円、名目 GDP が約550兆円ある日本全体の 0.8% 程度です。沖縄だけに消費税を免税するにしても、その財政規模は消費税ゼロという22兆円規模の減税の 1% 以下、2000億円程度もあれば済むと類推されます。これ十分実現可能ではないでしょうか。これまでも多大な負担を背負わされてきた沖縄に対してさらなる経済成長をしていただくためにも寄り添っていただきたい。デニーさんの提言を参考に沖縄で消費税ゼロ特区実施していただけませんか。総理いかがでしょう。安倍内閣総理大臣。
大変思い切ったご提案だとは思いますが、これは税制の制度的にですね、沖縄だけゼロにするということは、これ、政治的には大変難しいのではないかと、こう考えております。で、一方ですね、今、山本委員がご指摘になったように、この6年間において、海外からの観光客がこれ飛躍的に、日本全体でも増えているところでございますが、沖縄でも、順調に増え、ハワイを上回るというのは、今まで考えられなかったことが起こったわけでございまして、それに伴いまして、沖縄県における有効求人倍率は 0.5% 前後であったものが、今、史上初めて沖縄においては 1% を超えたわけでございます。今後ともですね、来年さらなる4000万人目標がございますが、こうした観光をですね、さらなる沖縄の発展につなげていきたいと、そういう支援はしっかりと行っていきたいと、沖縄の発着回数もこれ相当増えていくわけでございますので、しっかりとそうした支援は行っていきたいと、こう考えております。山本君。基地以外も寄り添わないんだなっていう部分ですね。それぐらい大胆なことをしていかないと、底上げってできないわけですよ。当然だと思いますよ。だって圧倒的じゃないですか、子どもの貧困を見ても。今経済的にどんどん良くなってきてると言っても、今までのしわ寄せ、それで苦しまれてる方々が多い、そこに対して大胆な施策をやっていただきたい。寄り添ってくださいよ、総理。ご自身のお友達には必要以上にべったり寄り添ってらっしゃるじゃないですか。けれども沖縄には、結局沖縄にはどんな形でさえあり寄り添わないんだなって。腹心の友こそ加計幸太郎さんの夢、獣医学部の新設には官邸で柳瀬総理秘書官がべったり個別指導、寄り添い実現させた。その獣医学部はそもそも国家戦略特区の創設により実現。その特区構想をアベノミクス特区として打ち上げたのが、総理のブレーンとして長年お世話になる、金の匂いを巧みに嗅ぎ分けるミスター清少納言、竹永平蔵さん。竹永さんもメンバー。特区諮問会議では外国人による家事代行を解禁、参入業者の一つに竹永さんが会長をするパソナの子会社を選定。その寄り添い方、利益相反何のその。また兵庫県養父市の農業特区では、竹永氏が社外取締役を務めるオリックスの子会社を選定。総理の竹永氏への寄り添いっぷりはこれだけにとどまらず、昨年改正された水道法 PFI 法によって実施が可能になった水道事業の PFI コンセッション、この政策も竹永さんが産業競争力強化会議で2013年から推進したもの。イギリスではもう PFI の新規事業をやらないと言われるほど、 PFI 時代遅れのオワコンですよ。それにもかかわらず、公共で民間を儲けさせる仕組みに邁進。総理は経団連を中心にする財界にもべったりと寄り添う。働き方改革のホワイトカラーエクゼンプション、いわゆるコープロ、外国人労働者のさらなる受け入れ、これはすべて財界からの提言に基づくもので、より安い労働力を作り出すための労働環境破壊行為。そして今度は森友問題でやらかした奥様、安倍昭恵さんの尻拭いを人の命まで奪ってまでさせられた財務省にべったり寄り添い、ご恩返しの消費税増税。残念ながら総理の沖縄に対しての寄り添うという言葉のチョイス、完全に間違ってます。次回からは沖縄に寄り添うではなく、沖縄に押し付ける、沖縄を痛めつける、沖縄のことは俺が決めると正しい日本語を使っていただきたい。次に参ります。日本とロシアの交渉について、資料の9、昨年の11月14日、北方領土交渉をめぐり、ロシア側が北方領土を日本に引き渡した場合に、アメリカ軍の基地を置かないことをプーチン大統領が日米の首脳の間で公式に合意するよう求めていることが分かりました。テレビ朝日が報道しました。ロシアが北方領土を引き渡した場合、米軍基地を置かない、これを日米首脳で公式合意するようプーチンさんから求められた件、総理、トランプさんにお話ししたんですか？了解されました？違いますよ、違いますよ、ちょっと待って、違うでしょう。日露の平和条約は今現に交渉が行われておりますので、政府の方針あるいは交渉の中身について公にするのはこれまでも差し控えてきているところでございます。山本君、自分の言葉でお話しいただきたかったですよ、総理。だってドナルドと心臓の中なんでしょ。ロシア側にしてみれば、これ事実上主権を行使できない国家代表と名乗る者と会談25回も付き合わされている状態ですよ。そう思いません？だって米軍が基地作るのか作らないのかってことに関して自分たちで判断できないんだから、権限のない店長と25回も話をさせるな、さっさとオーナー呼べって言った気持ちがロシア側ではないでしょうか。領土交渉で他国の大統領の同意がなければ何も決められないという異常な現実、世界中に広く知れ渡った。ロシア側は日本政府はアメリカ政府に対して一切の交渉能力はないと判断したと思います。資料の11、今年3月15日付、ロシアコメルサント紙記事、
モスクワでロシア産業界との会合でプーチン大統領の発言、日本との交渉は本当に行き詰まったのかと聞かれ、交渉は失速したと答え、さらに日本はまず通知手続きによって同国内に軍事基地を創設する権利を持っている米国との条約から離脱しなくてはならないと指摘した上で、ちょっと飛ばします、安倍晋三は実際にウラジミル・プーチンに対して島が返還された場合はそうした基地は一つも作らせないと受け合ったが、認可しないための現実的な手段はないのだとプーチンさんが語ったことを報道されています。これ総理、プーチンさんに北方領土帰ってきても米軍基地を置かせないっていう約束されたんですか。安倍総理大臣、交渉がうまくいくかはですね、静かに交渉できるかにかかっているわけでありまして、交渉内容に関わることや我が国の交渉方針考え方については交渉に悪影響を与えないためにもこのような場でお答えすることは差し控えたいと思います。いずれにせよプーチン大統領とはシンガポールでの首脳会談において領土問題を次の世代に先送りすることなく自らの手で必ずや収拾を打つとの強い意思を共有しているところでありまして、政府としては領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針のもとに引き続き粘り強く交渉していく考えであります。山本君、いやいやいや、交渉に影響があるから私たちはその詳しいことは言えないって話なんですけど、全部外国の首脳とかそういうとこから漏れてるんですよ。というよりも皆さんお話になってるんです。その話は逆に言ったらその交渉が前に進まない理由だっていうことですよね。どうしてそれ言わないんですか。うまくいってないから言えないっていう話なんじゃないですか。ロシア側は日本国内であっても米軍は自由に振る舞える事実ご存知なようです。島を返せば米軍が基地を作ったり演習をしたりするだろう。条約上日本はノーとは言えない。完全にバレてます。その意味簡単に説明します。資料の12パネル4、戦争に日本が負け米軍が日本を占領、それから6年経った1951年、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約いわゆる旧安保が結ばれ、それに伴う駐留米軍の法的地位が書かれた行政協定が翌52年に結ばれた。占領から主権回復に向けてそれらの条約協定を結ぶはずが、在日米軍に関してその使用施設、その区域、裁判権、経費の分担などすべて米軍の思いのままになるような形で米軍の実質的占領状態はその後も続いた。この米軍の占領状態に終止符を打つべく、総理のおじい様岸信介さんは1960年新安保条約とそれに伴う駐留米軍の法的権利を定めた地位協定を新たに結ばれた。総理、現在米軍が他国に攻撃をするために日本国内の基地から自由に出撃することは日本政府の許可がなくてもできるんですかね。安倍内閣総理大臣。これは事前協議が必要であります。事前協議において日本側が了承しなければならないということになっております。山本君。はい、常識では自国内の基地から外国の自由出撃認めることありえません。例えば米軍を中心とする有志連合に完膚なきまでにぶっ壊されたイラク、イラク戦争後も米軍はイラク国内に駐留、当然米国とイラクの間にも地位協定結ばれますが、イラクは国外への攻撃禁止を明記するよう強く要求、米側も地位協定締結のためにこれに譲歩せざるを得なくなり、結果イラク国内の基地などから他国への自由出撃は許されていない。自分たちの国の基地から外国軍の自由出撃事実上認めることって普通じゃないってことが分かると思います。今事前協議が必要になるんだということだと思います。それはおじい様がちゃんと事前協議をして日本側の意見もちゃんとすり合わせてってことを作っていただいたことだと思うんですけれども、残念ながら米軍が他国への出撃を日本から行う場合でも、米軍が新たな基地を作りたいと望んだ場合でも、現在日本側がノーということは難しい。それがおじい様の作られた日米安保と地位協定であると。占領の延長のような旧安保条約、日米行政協定を対等な日米関係に変えるんだと岸・ハーター交換公文によって事前協議制度を創設、これにより在日米軍が装備・配置などの重要な変更を行う場合、また日本国内の基地から国境を越えて他国へ出撃するような場合はアメリカが日本と事前に協議することになった、対等な日米関係になったよねって話です。しかし実際は裏でアメリカ側が協議したくないときは協議しなくていいと密かに合意していた。資料の13、安保改定交渉に先立ちその前年1957年6月21日に出された岸首相とアイゼンハワー大統領の共同声明には、合衆国によるその軍隊の日本における配備および使用について実行可能なときは、実行可能なときは
いつでも協議することを含めて、安全保障条約に関して生じる問題を検討するために政府間の委員会を設置すると書かれています。事前協議をするのは、アメリカ側が実行可能な時だけでいいと合意しているんですよね。アメリカ国務省公式の歴史記録、フォーリン・リレーションズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ、略してフラス、この頭文字、FRUS と打ってアクセス、その先まで検索できれば、誰でもネットから今からご覧に入れる元資料にたどり着けます。対等な日米関係の象徴であったはずの事前協議制度、実は米国が協議したくないときはしなくていい、その裏側です。資料の14になりますね。フラスから1957年6月21日の記録、岸首相とダレス国務長官の交渉記録にも、その共同声明を出す直前、事前協議の定義をめぐってこんなやり取りがあったことが書かれている。ダレス国務長官、問題はこの共同声明の文言では、アメリカが軍を日本国内から朝鮮や台湾、グアムなどへ派兵する決定をしたとき、日本との協議が必要になるのかということなんです。岸首相、その点に関しては、実行可能な場合はいつでも協議するという言葉が入っているので、問題にはなりません。というのも、そうしたケースでは、アメリカは協議が可能と考えないでしょうから。つまり他国に例を見ない自国の基地からの外国軍の自由出撃でさえ、アメリカが協議したくないときは協議なしで実行していいっていう話なんです。これを裏付ける話として資料の15、パネルの6になります。外務省公開文書、日米相互協力及び安全保障条約交渉経緯、1960年6月、東郷文彦外務省北米局安全保障課長は、行政協定については1958年12月16日の外務大臣とマッカーサー大使との会談の際も詳細討議されたが、アメリカ側はもともと行政協定がそのまま存続することが新条約交渉の前提条件であり、もし行政協定の内容に立ち入って交渉するとなれば、交渉の前提が崩れる上に、一度手を触れれば2年3年の交渉となり、条約交渉も見送るのほかなしと強調して、前途極めて困難だろうと思わしめたと。アメリカ側はもともと行政協定がそのまま存続することが新条約交渉の前提条件だという話。資料の16、パネルの7になります。先ほどのフラスから1959年4月29日ダレス国務長官への報告で、マッカーサー駐日大使が岸首相と藤山外務大臣について報告。資料左側、彼ら岸と藤山のことです。彼らの考える改定の多くは、行政協定の見せかけ、アピアランスを改善するだけのものです。資料右側、私は行政協定の実質的変更を避けるように岸と藤山に切れ目なく圧力をかけてきたし、岸と藤山はその見解を理解しています。岸総理が表向きには対等な関係を築くために安保条約結ぶって言ってたものの、実は鼻からその表向きの条文は書いても、その内容以前と変わらないっていうことになってしまったって話です。そして現実にここでの合意は、新安保条約が調印される約2週間前1960年1月6日、資料の17、パネルの8ですかね、岸内閣の藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との間で、米軍の基地の使用に関しては旧安保時代の権利がそのまま引き継がれるという基地権密約になってサインされたと。日本に読みますね。日本国における合衆国軍隊の使用のため、日本国政府によって供与された施設及び区域内での合衆国の権利は、ここから大事です。1960年1月19日にワシントンで調印された協定、第3条1項の改定された文言の下で、1952年2月28日に東京で調印された協定の下でと変わることなく続く。つまり新しい地位協定、文言変わるけど前の行政協定のまんまだからねって話なんですね。行政協定イコール地位協定だよってことです。アメリカでは絶対にできない、絶対にできない市街地上空での米軍機の訓練飛行、小学校幼稚園に窓枠などの危険物を落下させても何もなかったようにすぐ訓練飛行を再開させる米軍、それに抗議ないできない日本、止められない日本、なぜですか。米軍機が学校、保育園の上を飛ぶために、運動場で遊んでいた子どもたち、校舎に避難しなければならないような生活、普通ですか。アメリカ国内ではやれない訓練、なぜ米軍は日本でできるんですか。総理、辺野古の建設にいくら沖縄県民が反対しても、日本政府がその行為を受け止められない本当の理由、
または総理が北方領土交渉において25回会談しても何一つ交渉を進展させられない本当の理由、それおじい様が密かに結んだ先ほどの基地権密約、米軍の日本国内での行動に日本側が歯止めかけられない密約にあるんですよ。おじい様の結んだこの密約、根本から見直して破棄する、米軍の行動を日本がきちんとコントロールできるようにする、日本国首相として沖縄県民の民意に応えて、また軍事主権を持つ独立国の首相として堂々と北方領土交渉、返還交渉に臨む、やっていただけませんか総理。河野官大臣。なんで出てくるんですか。あの日米行政協定と今度の地位協定においては表現は変更されておりますが、施設区域における米軍のいわゆる管理権の実質的内容が変わったわけではございません。こうした経緯考え方につきましては、昭和35年の日米地位協定締結にあたっての国会審議の場で繰り返し申し上げていることでございまして、これは当時国会で議論されておりますから、密約でも何でもございません。はい、山本太郎君。じゃあなんで密約文書出てくるんですか総理。今言ったことをやっていただけませんか。基地権密約、これ破棄してもう一回日本出直した方がいいでしょ。戦後レジームからの脱却なんじゃないですか。やってくださいよ。安倍内閣総理大臣。政府としてですね、米国において公開されたとされる文書の中身について一つ一つコメントすることは適当ではないと考えています。米国も一般に公開された文書につきコメントを行わないものと承知をしています。でこの文書から離れてですね、施設区域における米軍の管理権について申し上げれば、この権利権、管理権の実質的内容が1952年に締結された日米行政協定と1960年に締結された日米地位協定の間で異なるものではないことはですね、日米地位協定の締結にあたって国会審議の場を含め、政府からすでにこれは説明をしていることであります。なおいわゆる密約問題について2009年から外務省において4000を超えるファイルを対象に徹底した調査を行い、その結果及び多数の関連文書を2010年に公表したところ、これは民主党政権時代でありますが、2010年に公表したところでありますが、この文書は、その調査および結果およびこれらの関連文書の中には含まれておりませんでした。山本君、時間ありません。総理自身がこの植民地状態から脱するっていう決意しないと、何も終わらないんですよ。おじいさんの作った売国条約をあなたの手で変えてくださいよ。それがあなたがやるべき仕事じゃないんですか。時間が来ております。沖縄に基地は作らせない。以上で終わります。ただいま不適切な言葉があるとの指摘がありましたので、予算委員長は金子源次郎さんです。理事会において速記録を通さの上適切な処置を取ることといたします。